富士山の山梨県側では今日山開きを迎えました。去年試験的に導入された入山料の徴収も本格的に始まりました。協力金を支払った登山者には、はい、ありがとうございます。領収書と記念の缶バッジがもらえます。富士山の山梨県側では午前0時に山開きを迎え、早朝から御来光を拝む登山者などでにぎわっています。富士山は去年世界遺産に登録され、ツアーで訪れた外国人の姿も目立ちます。今年から本格的な入山料の徴収が始まり、山頂を目指す登山者に対し任意で1000円の支払いを求めています。コンビニ店などで事前に支払うことも可能です。静岡県側の山開きは雪の影響で10日の予定となっています。